おお、でかいでかいでかい、ほら。うわぁ、取り返しなんだ。すやぁー、これをかけられてる。よっしゃこんにちは、あるいはこんばんは、イワンドツリーブですということで、ね、本日はこの前の津波リベンジでございますか。津波リベンジですね、本当に。はい、我々が釣りに行こうと思ったらトンガが噴火しました。まあ、自分のせいだとは思ってないですよ。そうです、さすがに。まあ、前回は女子も2人行く予定だったので、今回はもうガチンコで2人で行くと。はい、今日は僕ん家が引っ越し祝いで、あと何かありましたか。1秒2秒ぐらい入ってますかね。おそらく実調心は、うん、若干あの僕が鯛を釣り上げる瞬間、はい、抜き上げる瞬間、あれが今日僕のマックスです、はい、うん、1キロありそうな、あるかないかぐらいのやつね、1キロ前後ぐらい、キロあるかないかか、はい、ということでね、本日お世話になった船宿は、はい、飯岡港、飯岡港、はい、サチマルさんですね。サチマルさんです。なぜサチマルを選ぶのか、我々はなぜサチマルに引き寄せられるのか、はい、答えは一つですよね。そうですね、一つしかない。答えてあげてください。なんと生きエビなんです。そうなんだ、生きエビは魅力だよね。魅力ですね、はあ、たださ、はい、本日、はい、何エビでもよかったよね。一番あのいいのはやっぱ身持ちがいいんだよね、とにかく。はい、あ、そうですね、とにかく身持ちがいいんで、僕があんまりイワシトルネードが好きではない。はい、生きエビの魅力にやられました。一昨年のね、3月ぐらいにね、板くんの奥米かなんかで、はい、行って、生きエビじゃんってなって、もう爆笑しまくって、はい、最高だな、お前、みたいな。4月からエビが禁漁になるのかな、冷凍エビになるのかな。あ、いや、もうちょっと後だったとか、ちょっと忘れちゃったんですけど、ホームページに書いてあるんですよ。そうそうそう。それまでは取れれば、生きエビが餌だそうです。はい、それでですね、なんで GoPro 回さないのという話あると思うんですよ。はい、あのそれもあると思うし、マスレンジャーどうなったの、はい、あると思うんですよ、です、言いたいことは。言いたいこといっぱいあると思うんですけど。でもね、まあまあ、釣果からいきますか。あ、そうですね、そうですね。今日ね。はい、で、あの一応ですね、私の方がマダイ8、はい、道がれ1。はい、秋尾さんの方は僕がマダイ6、花が2、虫だれ1、はい、ということで結構普通に釣れてんじゃんって話ですよね。だ1時間に1匹釣ってるじゃんってノリですよ、はい、そうですね、そうですね、1匹以上なんか釣ってるでしょ。
ていうノリなんですけど、あのこうグッと釣れてパッと釣れなくなるみたいな。そうなんですよね。そう、なんかパタパタっと釣れたらあれ全然釣れないみたいな。そうパターンがね変わっちゃうんだよ、はあ、で、あ釣れたからよしカメラ回そう、あ釣れなくなっちゃってるね、はあ、あれみたいな。そうでもいつ回そう、いつ回そう、その挙句に疲れ果てて、はあ、挙句さん途中で寝に行っちゃったんです。そうですね、もうちょっと竿落としかけたんで釣れねえなっていうタイミングだったじゃん、あの瞬間、はあはあ、あこれも釣れないやつで、はあ、で周りがバタバタ釣れ出したら起きようと思ったと思うんだけど、はあ、寝てガチ寝してその瞬間から俺が釣り出したの。そうですね。で今度俺が釣り出したから、はあ、俺がセットできないわけよ、はあはあ、もうこのチャンスに釣らないとみたいになって、はあはあ、でそれでね、まあ、バタついてて、まあ、GoPro回すゆとりがなかった。あ、まあ、あと寒かったっす、とにかく。それなんですよ。とにかく寒かった。あの、指ちぎれそうなぐらい寒かった。はあ、もう、はあ、これ言い訳してますよ。もうちぎれてました、凍傷ですもん。ちゃんと聞いてください、言い訳なんで。あの、本当に寒かった、マジでね。はあはあ、本当に、もう痛いぐらい寒くて。で、こう、やっぱ、エビが生きてたから、こう、水の中にいるわけよ、はあ、ね、はあ。手突っ込んで取るじゃん。で、こう、必ず手袋も濡れるじゃん。で、まだ布がある分にはいいんだけど、ないとこからもう激痛が走るぐらい痛くて。痛かったっすよ。そう、エビをセットできないんだよ、もうポロポロしちゃって。いや、そんな中で、はあ一投するだけでリスクなわけよ。はい、な中でマスレンジャー使ってる余裕なんかねえんだよっていう。もうないっすね。言うたら最初にアッキーが釣ったんだよ。はい、そうですね。アッキーが釣ってそのままマスレンジャーを使うんだったら、はい、あの良かったですけど、はい、カメラも回ってないのに使って意味ありますみたいになって。そうですね。カメラ回したらやりましょう。使うという事実がどっちなんだこれは、どっちが正解なんだと思って、はいはい、釣りに専念しました。そうです、ね。ということでね。まあ、そんなこんなありましたよ本当に。もう今日大変でしょ。だね。2月に心にゆとりを持って釣りするって正直難しいじゃない、うん、釣りそのものが釣れないからね、うん、でまあ今回は前回のトンガの噴火でお流れになった、うん、明けましておめでたいを釣りに行ったということで、はい、もうリベンジ戦です。リベンジ戦です。まあリベンジはいろんな意味で達成したけど、あまあできましたけど、ね、寒さでね心に痛手をって、ね、ずっとジンジンしてたもん。はい、あもう手袋右手は指が入る全部入るやつで、左手向いてこうミトになるやつやってやりながらでしたけど、はあ、ここ霜焼けしてます。そんなノリじゃない。ヒリヒリしてます。それ日焼けじゃない。日焼けですか。ちょっと難しかったです、いろんな、はい、撮影困難だと連れてたから。で GoPro ってさ、はい、何時間か回しっぱなしになる状態だから、はいはいはい、連れてないタイミングだけの時もあるわけよ。そうですよね。だ何分もあんだ、約20分の100分以内かな多分取れる、はい、取れるのは1回の、はい、100分何も釣れない時あるわけで釣れたと思ったら釣れないみたいな、はい、再現性ゼロの時にこう回すって結構リスクなんだよね、はいはい、そうこれ絵になるのって取れ高ってなりますもんね。でも俺今日ボツでいいやと思ってたんだけど、秋がちょろっと回してじっとシーンがあったあとでね、はい、こうまあ多分ここら辺にあれ出してきました。あのクーラーボックスの中に出してます。ああ、そうですね。クーラーボックスの中に出してます。ちゃんと撮ったよっていうのを出しておきたいと思うんで。はい。まあね。まあ、4月ぐらいからがいいですよね、釣りは。まあそうですね。暖かい。うん、まあ 3月後半。そうそうそう。はい。桜見えますかねぐらいの時だとね。そうですね。そうですね。夜とかだとね、やっぱ冬モードになっちゃうけど。はい。日中暖かい日がいいですね。ですね。今日の予報も裏切られましたね。はい、全然風も強いし。風が強いよ。北西ずっと吹き荒れてました。だって俺の最初見たウィンディーだと陸から吹いてるような風だったもん、はい、ずっと吹いてた沖はそうでした。やばかったです。それが寒さを加速させたよね、はい、まあでも釣れたんで。まあ釣れたんで悔しかった。トップ16枚だもん。すごいですよね。あの条件下で16枚釣る。あの古代をめっちゃ釣っちゃってる人もいたからね、はいはい、どんなサイズ釣ってるか分かんないんだけど、はい、まあリリースそうリリース20センチ以下リリースになっちゃうんで、はい、傷つけたりしない限りは。そうです、ね、なんでリリースしても釣った数に入るので、はい、16って本当釣ったと思ったけど、はい、釣ったんだろうね。まあなんでしょうね、はい、まああの船長見てるでしょうとかなるけど。そうだね、はい、最後バンス数聞いてたからね。そうですね、はい、8がトップだったらじゃあ倍の16にしておけばやっぱり釣れた風になるかなってこともないじゃん、あそこは。そうですね。楽しい船があるから、まあ、ちょっと盛るところもあるんで、うん、あれなんですけど、あそこそういうことしないんで、はい、いや頑張りましたね。でも、まあ、なかなか寒い。本当寒かった。本当寒かった。本当寒かったっす。寒さとの戦い本当に本当に、まあ、3月4月釣り、まあ、私の引っ越しではまた落ち着かないとちょっと行きづらいですけど、ね、
まあ、また行きましょうということで。はい、また行きましょう。皆さんもね、2月は家でゲームでもしろ。ちょっと寒い。この時期までね、釣りやるようになったらね、まあガチだよね。まあなかなかガチですね。こんなくっそ寒い中釣り行っちゃうようだと。いやー、東京湾だったなと思ったもん。風がね、そこ行きたかったです。そうっすね。はい。東京湾も千葉側だよね、今日は、ね。そうですね、そうですね。東京湾ベタなぎですよ、今日。鏡ですよ。そういうことで。はい。まあ、GoPro も回せなかったくそだ。これ分かんないと思うね。直しゃいいじゃんと思うと思うからね。いや、もうほんと大変なんすよ。いや、マジでね、ほんと大変だった、マジで。超大変だったっすね、マジで。とにかく指がもう動かない、まともに、今日は。寒すぎて。セットして GoPro 今年もやらせて。そうですね。そんなことでね、まあ、U&OTV は釣りチャンネルっていうことが広まっていけばいいな。そうですね。大事なこと。そう。あとね、釣りのコラボ、いつでも待ってます。お待ちしております。でもね、コラボで釣り行ってみたいと思う人ね、2月はやめとけ。これはマジだ。真似すんな。あと、真夏もやると思います。やめとけ。やめとけ。日焼けするだけだぞ。やべっす。ということでね、はい、なんか言い残すことありますか？いや、もう今日はないです。もう頑張りました。今日頑張った以外はないんです、今日は。本当に寒かったんで頑張りました。いや、頑張った。ヒートテック極厚2枚着て寒かったっす。OL か？むしろおばあちゃんか。おばあちゃんです。ということでね、もうテクニックを駆使しないと釣れない一日でした。はい。でしたね。みんなも頑張ろうね。はい。では、そういうことでご視聴ありがとうございました。もうマジのボロボロ感出ちゃった。しかもちょうど帰ってきてた。そう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 。